徳を積むこととは人のために行うこと。言葉で言うのは簡単ですが、これを実行するのは簡単ではありません。それはこの人のためというのが考えれば考えるほどわからなくなるからです。相手のためと思ったことでも、相手にとってはいい迷惑、余計なお世話になるケースもあります。逆に相手が助けを求め、すがりついてきたケースでも、それを助けることにより相手の自力を弱めたり成長を妨げるケースになったりすることもあります。ひとえに人のためと言っても、本当の人のためにすることは難しい。何が人のためになるのか、これを理解するのが難しいからです。今回は真に相手のためになることができる方法です。相手がいて、まずは相手の幸せを祈る。そして次に相手の守護霊を祈る。相手の守護霊は常にその人の幸せを持ってる。こちらもその人の幸せを祈ることにより、こちらと相手の守護霊の心が同じになる。そうすると同じ心なので、相手の守護霊がこちらにかかる。相手の守護霊がかかると、相手の状況は相手の求めているものが真に見えてくる。その時相手への的確にやるべきことがひらめく。これが真に相手のためになることです。相手の守護霊との合作による行動ということです。守護霊は常に守護している人のことを守り、四六時中守護している人のことを考え見ているので、守護霊ほどその人のことを知っている存在はないのです。だから相手のための特技をするなら、相手の守護霊と行うのが一番いいし、一番間違いがありません。その相手の守護霊と共に行う方法は、相手の幸せを祈り、相手の守護霊と心を一つにすることです。逆に相手に対して憎しみを持つと、相手のたたり霊が憑依して、相手を不幸にする方法がたくさん思い浮かぶかもしれません。思い浮かぶだけならまだしも、それを行動に移したら大変なことになります。自分が何を思うかで、それに相応する霊的バックボーンができてきます。すべては祈りからです。